東京電力が福島第一原発事故後の去年9月に東京都の元環境局長を雇用し、都のエネルギー政策に関する非公式情報を都の職員から収集していたという報道がありましたが、猪瀬副知事は東京 MX の取材に内部調査をすると明言しました。東電の経営陣というのは腐りきってますね。これは内部で調査します。はい、環境局の局長と先ほどちょっと相談しまして、早速調査に入るようにと、内部のね、どういう質問を受けたのかとか、そういうことをすぐ調べます。ある意味ではその環境局長だった人が東電からお金をもらって調査をするような形になると、それは一体どういうものなのか、違法性があるのではないかということも考えられますよね。西澤社長がそれを指示したと、最終的にね、それは明らかにおかしな話ですね。東電がお金をもらって、東電がお金を渡して調べろっていうわけでしょ、その人に。つまりその人が悪いっていうよりも、元環境局長が問題だっていうよりも、東電が東京都にいた人を使って東京都の内部で情報を調べろ、収集しろというふうに指示したっていうことは違法性があるでしょ。猪瀬副知事はこのように述べ、この問題の内部調査を進めることを明言しました。